カモメトートの L サイズと M です。はい。で、これが重さがまずすごい軽くてびっくりするんですけど、こっちが、シュークリーム2個分の重さです。だいたい 200g ぐらいですね。で、こっちが食パン1斤分の重さでだいたい 350g くらいで、すっごい軽いです。びっくり。中にいっぱい荷物詰めても外側のバッグが軽いからそんなこう重くないですね。いっぱい持ち運びができます。で、生地なんですけど PVC 生地目出し加工で、帆布の生地を加工してあるんですね。で、ここ生地目出しよく見るとこの帆布のね、素材の質感が生かされてるんです。で、上のこの革の部分も防水で、下も防水なので、あの夏レジャーとかに行くのにすごいちょうどいいなって思います。だいたいなんか水場とか行くと汚れが気になっちゃったりとか、あとこう地べたに置くのがちょっと嫌だなって思っちゃうんですけど、ちょっと汚れてもこうパッパッて払ったりとか、あと拭いたりとかすればもうバッチリで、中もすごい入ります。帽子でしょ、ちょっと夏のレジャーなんで着替えとか、あとお子さんいる人にもいいなって思います。抱っこするときにまたこうちょっと置いたりとか、荷物が多くなっちゃったりすると、もうやっぱ夏暑い時とかも最悪じゃないですか。だけどこれ軽いからすごいいいなと思います。すごいいっぱい入るし、中にポケットもついてます。ママバッグにいいです。で、色合いとかも上品だから、なんかカジュアルに、なんかボーダーのカットソーとか合わせてもすごい可愛いだろうなって思う。で、こっちもミニバッグ、サブバッグとしてもいいと思うし、まあ、ちょっとしたこうお財布とか入れてここブラッと出かけるのにもいいと思います。それこそ旅先でこうリュックとかスーツケースとか置いてフラットするのにこれすごいいいんじゃないかなって思うんですけど、お弁当も入ります。汚しても大丈夫。開けたのね。